いやもうびっくりしたね。いや自分らでも、はい、その10月やったっけ、超ライブが、はい、超ライブが10月やったんかで、はい、11月さ、ライブブッキングがなくて、はい、まあぼちぼち制作はやってたけど、はい、基本的には僕も大学生なんで、はい、課題とか授業とかやってて、はい、で今撮ってるこの日が11月27日ですよ、はい、もう1ヶ月経ってるから、はい、もう1ヶ月前の超ライブとか、夢かなと思い始めて、夢やったのかな、わーきゃー言われてたのに、ファーなってたのに、今もうほんまに怒られとるわ講義で、うん、怒られてるんですか。怒られてる。その、金髪を何とかしてきなさいあ、それで、いや普通に今度は新しいのやりたかったから、髪型が、また新しくね、うん、髪型変えて、お前の指図は受けんとお前が言ったからじゃないっていう、あほんだら怒られるな、これもな、怒られますね、ついてないですねこれダメやと思いますいやー、嘘ですよ、嘘嘘あー出た、あー出たTTB の一番ダメなやつ、THPR、テヘペロです完全にすぐ誤解しますからね、完全にね、嘘って言って、まあまあまあ、ジャピリオットは、いやジャピリオットはね、もう EP 出して、出して、だからもう僕前回の超ライブの時、はい、東京の時に、うん、物販ハッチ君とやってて、うん、もうすごかったですもん、怒涛の、いやほんまに、もう始まる前に楽屋から物販のところ僕行って、うん、こう大丈夫かなみたいな感じで見てたら、物販誰もいないんですけど、うん、列だけできてるみたいなやばいやばいなって本人たち一人もおらへんみたいになってどうするみたいになって、いやー困ったな、すぐ電話したでしょ、今知ったわお客さん来てるでっていうのは、はい、コベルから聞いてたけど、はい、その、列になってるっていうニュアンスまで届いてなかったいやもう本当にびっくりしましたよいや俺が今びっくりしたんだよ1ヶ月だからもうそれで、その前も売れましたけど、うん、超ライブ始まってからも売れましたけど、その後も売れましたから、うん、すごかったですもん。あ、ほんまに。はい。もう頑張りました。もう頑張りました。もう頑張りました、売るの。ありがとうございます。すんごい頑張りましたよ。けどまあ、そっから、一応、今、まだライブ会場限定でやらせてもらってるから、はい。ぶっちゃけまだその超ライブでしか売れてないから、もうちょい頑張らないとダメなんだよね。そうですね。ジャピット的に言ったら。落ち着いてる場合じゃないってことですよね。だから今、PV とかをね、はい、打診しようかなとしてるところですよ。PV が。そうやで。打診って、今、やろうかなって思うことを打診って言うんだけど、はい、打診をやろうかなと思ってだからもう2枚重ねでございますね2枚重ねでそうそう、まだその頼もうと思ってる方に連絡もしてないからだからもうやろうかなのやろうかなのまたやろうかなぐらいなそうなんですよ。だからもう急がんとやばい、もうそろそろね、そうそう、マジでやらないと、うん、マジでやらないと、うん、っていうので、まあジャピリオットはそれと、はい、いろいろ仕事も抱え、コラボとかをね、抱えてるから、はい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 、あ、いやでも式部もね、東京行って、東京行っていろいろ活動、まだ水面下ではあるらしいですけど、うん、動いてるっていうのはもう全然聞いてるんで、聞いてるからね、はい、でまあシドも、はい、この前11月25日に、はい、ネットラップのイベントエンターキーっていうのをね、はい、渋谷で出てきて、はい、まあ、そのイベントだけ限定という豪華さでアルバムを、はい、アルバムをソロのですか、ソロの、おお、出して、はい、出して、そうですよ、で売る予定はない他でソロで作ったのに、ソロで作ったアルバムをいやでもいるんじゃないですか、これ聞いて機材ですとか欲しいですっていう人、普通せやんな、はい、いると思いますよ、もうここを借りて俺はもうシドの悪口言おうかなって思う仲いいのにやめてください、それを強調するから逆に仲悪いような逆に逆にだ、もうアルバム作って、でしかも今度またアルバム作るって言ってるからTTB で一番早いですからね、アルバムを何やと思ってるお前は
お前はほんまに大人生自分を。いやシロさんは動きますもんね。一番動いてんちゃうかな。はい、うん、僕らみたいにねこう目立とう目立とうじゃなくてねちゃんと動いてるんですよ。あの身になることをね、はい、ちゃんと自分がやりたいことをちゃんとできてるんですよ。一番やってるよ。もう僕らなんてねただこうズームインとかの後ろの鏡張りのところでこう後ろで映ってる学生みたいな感じでしか映ったぐらいしかやってない見てるみたいな電話しながら出てる出てるっていうのを確認しながらのあれしかやってないやってないですからね。まあけど KBD さんはね現場でいやライブすごい出てますよね。この前もねインフミヤ組合さん主催のエンター MC バトルのライブ枠でやってましたからすごいですよ。いやもう全然僕らよりプロップスあります。いやもう確実にね確実に、はい、もうね今度はその第2タイタンボックスのウェブサイトができた時のミックス CD にも、はい、何曲か参加してもらおうかなって思ってるんで。 KBD さんも新曲をねいろいろもうできてたり作ってたりしはりますもんね。けどねもうあの人もね大切にせえへんの自分の曲を。ああそうなんですね。ああやからその昔の名曲とかもね全然100枚ぐらいしか配ってないらしいから、はい、昔のデモテープを、はい、あのそれから何曲か引っ張ってきて、はい、ミックス CD に収録しようかなと思ってるんで。ぜひあれ入れましょう。あれねあれ入れましょうあの曲を入れましょうあの曲は絶対入れましょう絶対入れましょう。うん、もうほんまはね TTV のタイニータイタンボックスボリューム0にも入れたかったんですけどね。そうですね。これはもうクラシックやっていうのがあったんですけどね、うん、それからちょっとねもうすごいなぜか優しい曲を入れられる優しい曲になったんでねまあまあまあこれでまあ全員かそうですね一応でまあフミ君もフミ君でコペルとねいろいろ何やらたくらんでるということでたくやんでますからたくやんではないやめてくださいよ。オセロみたいなオセロピエロみたいなその噛んだやつをこうするのもうやめてください。はい、はい、すいませんということで全部とりあえず近況は以上ですよね。もうとりあえず全員動いてます。動いてますね。うん土井健も動いてますから。土井健もね土井健と R して君のねはい、相方とバック DJ はい、うん、バック DJ はいバック DJ ですうんいいよもう、デモ作ったりとか何やら動いてる皆さんが噂している RJ のね何やら動いてるっていうのも動いてますから。はい、うん、いやもうあれですね映画みたいな感じなんじゃないですか。お何一つ聞いてないですけどせやな R くんが映画好きっていうのしか僕は情報がないんで、うん、でまあコペルには最後の最後まで聞かせへんと思うからそうですよね、うん、絶対あいつは嫌がる絶対聞かせてくれないですもんね、うん、めっちゃ聞きたいんですけどねいやまあほんまに出るまで最低限の人にしか聞かせへんと思うあいつはねえ、うん